はい、今日は10月15日金曜日、19度東北東産、流し終え、いいよベタなぎでそよ風程度で半袖でも寒くない、今日は左シャークさん、自分右ブリさん、3人で青物調査飲ませもやるよ、はい、シャークさんもう投げてるけど当たりない言うてる、今日も G コントロールのこれ K 村行こうかな、もうぶつけて傷だらけになってきた、青物って書いてるやつ、さあ釣れるかな、ガラガラ4人しかいてない、サメやねあれ、知ってるね、サメやね、サメサメ目の前、サメサメものすごいブワー出たよ、そうそうそう、でかいんちゃう今の、来ますね、来てもええやと思って投げてるんですけど、あれサメやったんですか今の、ナブラや、ナブラっつったんか、ナブラやってサメって聞こえた、ナブラやってサメじゃなくてあれナブラやったんや、もうわーって出たの、いつ当たってもおかしくないで、おーピッチャピッチャしてるやん、ベイト目の前で跳ね、ペチャピチャって跳ねてるよ、おー来た、ほらこれ全部ベイトやん、ほら目の前いっぱい泳いでる、ほら目の前ベイトまみれ横断中、久々やなこの横断、ほらもうゴミ、ほら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 、ピッチャピチャ跳ねてるやん、イワシやん、あーおお跳ねてる跳ねてる、めっちゃ跳ねてるやん、これあおるんちゃん、おおほらほら、なにこれ、おるんちゃんこの中に、おーおー水しぶき上がった、おるやん、えこれサバか、おかしいで水しぶきの量が、なにこれ、わっしゃわっしゃしてるけど、おるんかこの中に、大興奮や大興奮大興奮、あベイト玉は浮いてきたで、おすげえすげえすげえ、めっちゃ逃げてるやん、ワシャ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 って、何をかけられてんやん、すごいで、釣れた、なんか釣れましたか、あ釣れる、あ危ない、ワッシャワッシャ、おおすげえすげえすげえ、わし、これシーバスに追っかけられてんのか、おお長いこと、うわずーっと追っかけられてるやん、向こうもエグいわ、すげえ、おえサバ、サバがやってんの、ネギ6時ドキドキタイムスタート、今お18だって、寒ないけど今んとこ ボコボコボイルが遠目にあったのは静かになって、うん、まだ誰も超買わない、頑張ろう、これから昨日もこれからだったからな、浮き沈んだんちゃうのか、ます、ヒラメやな、浮き浮いてけへんでしょ、寝てる入ったんちゃうんすか、ねえ多分ヒラメやで、走れへんから、昨日もヒラメ噛まれてるから、どうせなら5分待つぐらい待った方がいいと思いますよ、エソやったらエソでしゃあないなやけど、歯型だけまだ帰ってきたら大ショックや、フケ糸がいっぱい出てるわけでしょ、いや引っ張って引っ張って、お乗った乗った、何かが乗った、乗ってない、え嘘、乗ってないすか、うん、ほなヒラメやったんや、ヒラメ人は確かよな、だって浮きは上がってなかったでしょ、1個も出るんか、エソや、あエソか、思った通りや、残念やったな、エソ G コンタクトブルピン行ってみよう、明るなったし、
G コンタクトじゃ G コントロール。おお。かま、さよりかます。着水と同時に跳ねてたのはかますやったんやね。かます釣れた。左の人。うん、見とったルアー投げた瞬間にベイトはバシャバシャバシャって跳ねたね。これなんでトップ変な引きずりながら来るんやろ思ったらカマスがついとった。着水と同時にかかったんでしょうね。ね。入った？まだ。なんでこっち入れんのや。隣同士やったのに。いや、さっきから飲ませがボコボコ入るんですけど、僕の入らないんですよ。なんでこっちの入れへんねん。おー、釣れた、釣れた。あー、嘘やードーンって食った瞬間からもうバシャバシャや。磯川のサヨリ狙ってんじゃん、カマス狙ってん。走った。あ、止まった。え、そや。止まった。え、そや。完全に止まったやん。ヒラメかな。スッポーン入ったね。ズボン入ってパーパラパラーって出て止まった。しょ。いや、ヒラメの可能性もある。ない。ヘイシリー、5分でタイマーセットして。はい、5分からカウントダウンします。ガツンってきたの？吐かれた。ヘイシリー、ヘイシリー、タイマー止めて。し直しました。でんちゃんちゃん、生きてるね。歯型ない。歯型ないで。青物やん、翼や、吐いたん。歯型ないし、ハリスも全然気づいてない。吐かれた。狙い、バイブレーションがやばいな。時間6時49分。お、今当たった。あ、乗れへんかった。2回追い食いしてきたのに乗れへんかった。さあ、おるやん。塩やな。おるやん、おるやん。今日もシーチキンマヨネーズ。おはようございます。ありがとうございます。こちらこそ。動画見ました？私めっちゃ撮ってる。自分の声どんな感じでした？気持ち悪い。あ、11月17でしたね、マルコス。17でしたね。ね、あの承諾書に書いてましたわ。書いてました。はい。2時間ドラマですよ。ゴールデンの進出ね。マジか。19時からね。2時間あったらカットされてへんやろ思うんですけどね。おお。じゃあ本格的にやるのは今日が初のようなもので。ああ、まあサバでも激渋の日にようこそやね。激渋なんですか。はい。あだ名何にしよう。2日もおうたな。よっちゃんに命名決まったで。昭和時期講習会やってるで。手取り足取り教えてるわ。あ、驚きや。また先端かかった。玉がかり折れた。そうなんや。はい。でかい。あ、玉こんなとこにあるやん。あ、悪いね。お、70ぐらいあるな。70ぐらいあるな。はい。はい、どうも。
ありがとう。こうか。結構来たわ。来てよかった。どうにもならんとこじゃないですか。どうにもならんかったとこじゃないですか。おお、でかいで、ほら。60やな。60。はいはい、どうも。はい、おめでとうございます。終わりですか。ハハハハハ、目白でしたよ。ありがとうございます。気づいてたんですね。もう声が出てたら声がそうやった。あ、そうですか。やば、声でバレるんやな。安全地帯の曲かけなあかんな今日。え、安全地帯の歌。安全地帯恋の予感っていう曲かけるわ。嬉しいこと教えてほしい。嬉しいこと、あっちで釣りしてる人が見て、なんてスタイルのいい人やって言ってた。喋っとって、今あの二人恋の予感やから邪魔したらあかんから、こっちにおんねんって言ってたら、わけわからんこと、スタイルいい人ですねって言ってましたよ。あれサメやわ。サメ水面泳いでんの。あ、沈んだ。ほんまに今釣りでたら釣るんだよ。サメほら、青物来るわけないやん。ここにおった？そら釣れんわ。朝、ナブラヤって言ったのサメヤって聞こえて、サメヤサメヤ言うてたのがほんまになってしまったよ。夕方の方が暑いかもね。出た出た。そんな呼ばれても今投げる。呼ばれてんじゃん。あ、釣った。え？誰が？ゴリゴリゴリ。誰が？あの名前、おう、モモさん釣ったん。うん、メダリスト。すげえやん。セットアッパー。いや、モンサーショット。ちょっとボトムでした。ボトム三尺り目で、おお、ガツンと来て、はい、ノーランと追いぐいっす。おお。いや、ちゃんと出してくれたから、すごい。ああ、それがなんとかイワシ。レーザーはあるよ。90やね。ギリやな。90やね。90。モンサーショットか。しかしすごいな。中さいな、こうやって。やめてやめて。迎えてくんなって言われる。コロナかっこいいですよ。帰ってくんな。いいえ、絶対入れてくる。頭前にした方が、下にして。おますか？おっぽを上にしてこう。こうですか？そう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 。それで前向けて。前突き出す。頭をもっと前。頭をもっともっと前。そうそうそう。目線ぐらいまで上げた方がかっこいい。はいはい、あ、僕も撮りますわ。撮ってもらう方が多分いい感じに映ってんで、ね。あ、いい感じに撮ってくださいね。車映るわ。写真のセンスが。これどうですか。ありがとうございます。めっちゃ大きく見える。私めっちゃ遠い。どれどれどれ。私めっちゃ遠い。お、ほんまっすね。よかったな。やった。モンスターショットで釣れたらしいから出してきた。しゃあ。サワラはトップやもんね。残念残念残念。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方は、いいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。いいねボタンとコメント欄の間に概要欄があって、そこに過去動画とかまとめてますので、時間の時見てください。バイバイ、また明日。明日も釣りするよ。見てねー。